というわけでね、はい、今回も始まりました、はい、世田谷線沿線ギャラリー233から、はい、お送りしています、はい、ザックバラン TV でございます。やってまいりました。ありがとうございますね。この若林にピーカーファイルがやってまいりましたけどもね、はい、キャラどうなってんの。やってまいりましたけども。急にどうしたの。はい、まあ、今日ちょっと寒いんでね、ちょっとテンション上げ目でいきたいなということで、はい、なるほどなるほど、あったかくしていきましょうか。やっていきたいんですけども ねピーカーファイルと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ねえ、まあちょっとね、いきなり始まって速攻なんですけども、何でしょう。3月10日にね、はい、僕らちょっと単独ライブがありまして。おー、告知ですね、いきなりありましてですね、はい、3月10日のですね、おチラシも、チラシも持ってまいりました。はい、3月10日、3時とですね、7時半はい、15時と19時半で、はい、はい、の2回公演で、なんと、新宿のバティオスですね、はい、なんとですね、ピンカーファイルが笑いの祭典をですね繰り広げるということですね。ババンですね、やっていきたいなと思いましたね。シャッということで、ね、やっていきたいんですけども、はい、ちょっと何言ってるか分かんないと思うよ。分かんないですかね、伝わってないですね。声がもうじゃあちょっともう一回やりますね。いや、いい、オッケーオッケー、もう大丈夫です。もう一回やらなくていいわ、うん、あ、そうですか。まあまあまあ、それもありますんでね、はい、これもよろしくお願いします。まず言っとこう、これはね、うん、もうこれだって最初の5分しか見れないお客さんもいるかもしれない、見てる方はいるかもしれないから、なるほど、うん、まずそこから始めたいなということで、そこから始めましょう、ね、まあ単独ライブありますんで、はい、そのもうあと4日後ですよ。もうもう4日後ですよ。あと2ヶ月ぐらいあると思う。もう全然僕ら気持ちで言いましたけど、僕、いやいやいや、頭おかしいですね。そしたらそれはバカですね、普通に。それはバカですか。もう全然僕らもう、なんですか、もう寝てないですね、全然ね。まあまあ寝てない、まあそう、救急ですから。僕は寝てますけどね。寝てますか。8時間ぐらい。僕は全然寝てません。なんで。いろいろネタのことを考えたりとかね、映像をいろいろやったりとか、いろんなことあるからね、うん、そんな8時間もすや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 バーみたいに寝てらんないから、俺はね。いや、意外にね、こういうわちゃわちゃしてますけど、つげさんやっぱ真面目なんですね。真面目なところがね、ないんですけどね、本当は。もう本当にハムスターとか全然食っちゃいますから、ね。バカ野郎かよ。食っちゃいますから、いたら。可愛いななんて思いません、ね、僕は。バカ野郎か。食い物だと思ってますから、僕は。お前の方がバカ。弱肉強食をですね、僕ハムスターに教えてあげたいなということで。いい、まあ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 、ちょっと単独も近いんでね、はい、一回これこういうとこがありますんで、一回僕らネタをですね、はい、ネタをね、ネタを持って始めたいと思いますんで、はい、ちょっとネタをね、見ていただこうかなと思います。皆さん見ていただこうかなと思いますんで、はいはい、じゃあ後ろの方に、はい、行きましょう。さあどうですかね、ちょっと冷えてますかね。これはまずいですね、顔がちょっと冷えてますけどちょっと顔切れますよね。ちょっと向けられますか。あ、それで十分でございますね。やはりハッピー、ハッピーでございますけどもね。さあというわけでね、敏感ファイルですけども、改めまして敏感ファイルです、よろしくお願いしますね。うわ、盛大な拍手から始まりましたけどね、どうもありがとうございます。500人のお客さん、今日500人ね、いますね、今日は、はい、502人になりましたね、今ね、ありましたけども、ね、いらっしゃいませということで、ありがとうございます、服部さんは。でも、最近どうなんですか。どうなんですか。どうなんですか、服部さんは。いや、僕らもう28歳なんですよ、はい、もう28歳ですよ、はい、なんで、ね、最近ね、はい、物忘れするようになってきたんですよね。なるほどね、それやったらね、脳トレを服部さんやった方がいいわ。脳トレ、脳トレやったらいいわ。懐かしいね、脳トレね。うん、服部さん、一昨日の朝何食べたか覚えてますか。一昨日の朝思い出す。これね、思い出すのがね、脳にいいんですね。脳トレーニングなんですね。あ、思い出した、俺。同じだぞ。カレーだわ。あ、カレーね、うんうん、あ、覚えてるね。覚えてた、うん、でも朝からカレー行く、お前。あ、まあいいじゃない、そこ。あ、まあいいか、うん、そう、脳トレだった、まあまあ、うん、いや、まあ、昼は何食べたの。昼は、ハヤシライス、ハヤシライスだ。ハヤシライスね、うん、あ、朝から行ったのに、昼、ハヤシライス行く、お前。いや、だからまあ、そこはまあいいじゃない、まあね、ノートレですから、うん、まあまあいいか。じゃあ夜何食べたの。夜、うん、あ、ビーフシチュー。あ、ビーフシチュー、あ、3食ちゃんと覚えてんだな、全部覚えてたわ、うん、で、朝はカレーで、うん、昼ハヤシライスで、夜ビーフシチュー、うん、ルー多くないお前。いや、良くないだから、うん、そこ良くない。ルーがすごいじゃん、ノートレだから。これ一日ルーがすごすぎるんだけど。いや、で、ルーという括りにしないでくれよ。で、朝、昼、晩、ルー、ルー、ルー、キタキツで呼ぶ気お前。いや、呼ぶ気じゃねえよ。来たが呼んだこともねえし、俺。ルールールじゃん。あれ、口で言わないとこだから、ルールールール。来ちゃう、来ちゃう、来ちゃう。いや、来ねえよ、ここには。ここには来ないでしょ、来たじゃねえから、ここ。いや、ルーがすごすぎるよ、お前。ルーすごいって、なんなのよ。まあまあいいわ、じゃあ次の日の朝何食べたのよ。次の日の朝、うん、
いや、カレーだわ。ルーがすごいわ、お前。いや、しょうがないでしょう。ルー、二日漬け、ルーすごいわ、お前。いや、これは本当にたまたまなのよ。何よ。前の日に実家に帰って、次の日の朝出てきたのがカレーだったのよ。いや、家族ぐるみでルーすごいじゃん、お前。いや、ぐるんでねえんだ、別に。いや、家族でぐるんでルーすごいじゃん。ぐるんでじゃない、だから知らないから、親は。ちょっと待って、服部さんちってさ、もしかしてさ、ルーの王国みたいになってんの？いや、ちょっと何それ、ルーの王国。え、ちょっと待って、よくわかんない。服部さん、ルーの王子様じゃないよね。いや、カレーの王子様みたいに言わないでよ。甘口じゃないから俺。ルーがすごすぎるもんだって。ルーがすごいじゃないよ。え、ちょっと待って、一個だけさ、ちょっと脳トレ関係ないんだけど質問していい？何よ。今一番行きたい国どこ？え、関係なすぎんな、おい。いや、ちょっと今それ聞きたいのよ。今一番行きたい国教えてよ、ちょっと。行きたい国、そうだな、うん、まあフランスかな。え、何フランス。いや、そこルーマニアだろ、そこは。いや、しょうもな。そこルーマニアだろ、お前。ルーのマニア、ルーマニア、しょうもないよ、お前。スートルー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 ル、家もルー、ルーの王国、お前ルーの王子様、ルーマニアだろ、そこは。いや、しょうもないっつって言ってない。ルーのマニアはルーマニアには行かねえだろ。じゃあどこ行くんだよ。インドだろ。じゃあインド行くの、お前。いや、フランスだって言ってんの。いや、そこルーマニアだろ。いや、しょうもないって言ってんのだから。そこルーマニア行かなきゃ、お前は。めんどくせえな、こいつ。ルーマニアなんで行かないんだよ、お前。いや、そんなルーをいじる？いや、ちょっと待って。え？ルーをいじる？いや、そこをいじられたら俺喋れなくなっちゃうからさ。ちょっと待って、服部さんさ、語尾がルーのさ、ゆるキャラとか考えたりしない？いや、考えてない、考えてない。その服部だから、服部くん。いや、クソダサいし、お前。ルールールー。いや、忍者なの、忍者。忍者、服部くんだろ、お前。いや、しょうもないだよ、お前。じゃがいも、人参、玉ねぎみたいにやってねえから、俺。めっちゃ考えてんじゃん、お前。いや、俺が考えたじゃないんだよ。向こう側でお前、カレー出来上がってんじゃん、今思いついちゃった。お前、投げたって、それ食べに来んだろ。いや、ルーは投げてないから、俺。いや、お前、そのゆるキャラでちょっと CM とか来るんじゃないか、お前。来ねえよ、来たとしてもカレーぐらいだ。いや、カレーなんか来ないよ、お前。どうする？愛ふるー。なんで消費者金融の CM 来てんねん、俺に。いや、お前、ルー貸すんかよ、お前、それ。いや、ルー貸す会社ってまずなんだよ。普通盛り返して大盛りで返してもらったら、お前、ルーが儲かってしょうがねえな、お前。いや、ルー儲かってもしょうがないでしょ、それ、ほんとに。俺決めたわ。違う意味。俺決めたわ。お前死んだら俺、棺桶にルー入れるわ。いや、余計なことしないでよ。なみにルー入れるわ。いや、燃えづらくなっちゃうでしょ。いや、それは鉄鍋にしてもらうから、俺、鉄鍋。より燃えづらいわ、お前。鉄鍋でくっつくついってもらうから。おいしく煮込まれるだけ、俺。いや、だからみんな、その、ご飯持参で、参列するんだよ、それ。いや、俺でカレーパーティー開くんじゃないよ。いや、すげえ楽しそうだなー。やめろよ、お前。ちょっと待って待って。お前早くカレーになんねえかな。いや、ちょっと待ってって。だからこれ脳トレの話でしょ。あ、そうかそうか。うん、脳トレの話だったわ。やべ、戻してよ。じゃあ最後に脳トレの問題一問出すわ。何何、うん、このネタで俺何回ルーって言った？俺。いや、わかるか。もういいよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ねえ、ちょっとね、大爆笑の方でしたけども今、うん、ちょっとね。大爆笑がね、これはちょっと後ろの笑い声が入らない形になってますね、これはね。500人の笑い声、500人の笑いが入ってないですけどもね。え、まあ、ネタ久しぶりにこれやりましたね。そうだね。この、なんでしょうかね。どうしました、この感じはね。手応えがなすぎてふわふわしてますけど、ね、まあ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 、いいんですよ。大丈夫ですか？いいんですよ、それで。これはもう見せれましたから。単独前に喉の調子、はい、ね、体、すべて脳の調子も良くなったんじゃないでしょうか、はい、これね。良くなったんじゃないですか。ねえ、ぜひこれでもうちょっと単独ライブのね、見に来てほしいですね。来ますよ、もうこれで。来てほしいですよ。ここにいる人たちはだからもう全員来ますからね。来てくださいね、ここの方々は。もうチケット取ってありますからね。これ見てる方もね、うん、ぜひね、来ていただきたいですよね。あれ、ちょっとやっぱトーンが下がってる感じがするんですけど。全然ですよ。どうですか？全然ですよ。あそこの俺、あそことか良かったと思う、俺。どこ？貸すんかいっていうところ。貸すんかいのところが良かったと思う。それさ、言ってて恥ずかしくないの？恥ずかしくない。もうそういうのは捨ててきた、俺。小学校の時に捨ててきたから。小学早いな。まあ、ちょっとね、僕ね、でもまあ今日ネタもやりましたけど、はい、ちょっと企画の方ですね。あ、なんですか、あるんですか。考えてきまして、はい、ちょっと荷物があるんですけども、こちらのちょっと、こちらの荷物をですね、ちょっと使いまして、今日ちょっと企画を考えてきましたね。何？単独前ね、やっぱ脳がね、硬くなってます。まあまあ考えすぎる、ね、なんで、これはですね、今日はですね、うん、これをやりたいと思います。何でしょう。脳を柔らかくしろ、いろいろ突っ込んでみよう。よっ、ね、これも簡単です。簡単なことですね。何ですか、これは。服部さんがやっぱね、ツッコミの方が柔らかくしてほしいんで、うんうん、これいろいろね、僕物入ってます。なるほどね。これ僕がここに出しますんで、うん、その物に突っ込んじゃおうじゃないかって、ね、じゃあ、なるほど、ちょっとよくわかんないけど。例えばじゃあ僕一回やってみます、僕が、うん、ね、じゃん、お前、うん、あれですよね、うん、これに突っ込む。お、バーン出ますね。バーン。いや、俺、いや、使ったことあるけど名前知らねえわみたいなね。
みたいなね。なるほどね。わかる。うん。物に突っ込んでしょ。やるこれ。やろうよ。いや、まあ、他に何があるのか分かんないから。いや、ものすごいいっぱい持ってきたから。物に突っ込むって何なんだって。いや、だから難しくない？いや、だからさ、あるじゃない。うん。そういう、なんかこれ、えっていうさ、まあ、いい。えっていう、お前の疑問とかこうぶつけてこいよ、どんどん。なるほど。いや、超これいっぱい、ものすごいいっぱいありますから。じゃあ、簡単なとこから行きましょうかね。簡単なとこ、ちょっと急に始める、それ。これはね、バチッと決めてほしいから。あ、まあこれ、これ何かいいんじゃない？わかりやすい。いくよ。はい。バン、トイレの、便座に貼るやつ。いや、尻に敷かれんなよ、お前。あ、なるほどね。威厳を保て。なるほどね。なるほどね。みたいになっちゃう。なるほど。ちょっと何これ、ちょっと待ってよ。いや、1回目いいんじゃないですか、これ。一発目。相当うまいこと。うまい。ね、行きましたよね、これ。うまかったっす。尻敷かれんな。威厳を持てっていう。俺前を向けないもん、俺。いいのよ、ここの反応はいいんだよ。俺持ってきたんだから。じゃあこんなん言ってみましょうか。ザン、レンゲ。レンゲ。うん。すぐすぐすぐ救われろ、お前。戦争をなくせ。あー、なるほどね。なんかちょっとうまいこと言うみたいになって。なるほどね。あ、いい、いい。じゃあこれ行きましょうか、これ。ザン、サングラス。左だけ殴られたんか、おい。ストレート、これ。あ、そう、ストレートに行ってみた、これ。ストレートね。うん。行って、どんどん行きましょうか。ちょっと、そんなに。どんどん行きますか。うん。どん。え、いや、緑。ひでえ。確かにね。だから、ちょっと、今ちょっとごめんなさい、ツッコミじゃなかったです。説明した今。それも白の方が多いし。そうだね。じゃあ次は緑のタイプだから。これね、これ俺一番やってほしかったの。これね、まあ言っちゃうわ、みりんなんですけど。あ、みりん。名前が絶妙。うん、いきますよ。バン、和風天国。いや、じゃあ中華は地獄か、おい。逆言っただけっていうね。まあ、逆、まあまあまあいいわ、いいわ、いいわ、いいわ。次行きましょうか。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、あぶね。ちょっとお前だったらっていうのさ、一回、ちょっといいよ。じゃあこれもう続けて、うん、バン、うん、和風天国、うん、幸せになれるっていう、まあ感じですけど。俺よりひどいって言わない。いや、ひどいよ。違う違う、俺は幸せになれる。俺はこれを見つけた時に突っ込めなかった、やっぱ幸せになれるって思っちゃったから。それでは、服部さんとどうするのかっていうことだから、これは。そしたら俺、中華は地獄だった。これ、じゃあちょっとね、思考凝らして、こういうのしましょうかね。バン、映画、そう。そう。そうそう。そう。そうなってくるよ。ああ、まあね。いや、そうだけね、もうそうでしょ。そうだけね、そうなってくるわ。じゃあ、ちょっと、そうそう。まあ、他からも決めようか。いや、ちょうだいよ。ちょうだいよ。まあ、やりたいでしょ。いや、やだよ。やりたいでしょ。もういいよ。これね、二段続きの、二段続きで突っ込んでほしい。いや、地獄だよ、こんな。二段続き。いや、俺すんげえ考えてきたからね、俺。やけどするのこっち。いや、やけどしてない、してない。いきますよ。ちょっとこれ、近めの方がいい、分かりやすいね。は？どういうことね、いきますよ。バン。なになになに、嵐さんの、嵐って名前の人のハンコ。5人で1つ。ね、ああ、なるほどね。まあ、嵐って言った瞬間にも、ね、あとこれもある、これ、これもう1個ハンコ、ハンコパターンね。これ見えんのかな、分かんないかな。難しいか。今っていう、今さんの、今さんのハンコ。今これ一回やめましょう。一回やめましょう。お前は、なるみたいな。お前あんじゃない。いいよ。今、あ、いいよ。今というハンコ。今というハンコね。今なる。僕は面白いです、うん、いいんじゃない、結構英語にしただけっていうね。ストレートつかみね。そうそうそう、いいんじゃない。他は行く。昔はどうなんだね、そういうことでしょ。そう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 。未来はどうなんだっていう。いやいや、未来にしただけじゃん。やめてよ、そういうの。え、まだ続ける。ある。あ、すっごいあるの、いっぱい。いやいや、はい、見たい。だから、すごい、すごいのを出してほしいから。すごい。さあ、一番最初が一番良かったんだよな。うん、一番最初の、シリン叱れんなが。いや、ちょっと上手かっただけでしょ。上手かった。ちょっとここで出てくるんだから。これいい、じゃあこれ、いくよ。見ろ。
見る。そうなるよ、ね、見ろって言われたね。見てるって言われたら見ないでしょ。うん、見て、言われ見ろって言われた。いや、そう、高圧的に言われたから見る見るなんだよ。ちょいちょい結構ちょっと動揺を隠せない俺は。ちょっと俺的には結構盛り上がってんだけど。いや、ちょっと違う、俺盛り上がってねえぞ。いい、別にそれいい、いくよ。いや、柔らかくしてほしいの、ノー。いくよいくよ。墨名人、墨名人。まあ人じゃないけどね。もうだ、ちょ、よくないって本当にマジで。なあ、俺滑らしてどうしたいんだ、おい。ね、人じゃないもんだって。うまいこと言ってるから人じゃないから。名人なんだろうけどね。もうね、本当みんな多分飽きてきてんだよこれもう。あれさ、うん。飽きてるかな。俺全然飽きてないけどね。これはこれ。ちょちょちょ。マッサージのやつ。顔かな、ウサギかなって。いや、これで2個突っ込む、これ2個突っ込むとか、やっぱ発想が違うわ。まあ要はだから逆さえってことかな。だか俺だったら、うん、痛そうとかなっちゃうから、うん、なっちゃうから俺もうやめよう。痛そう、すげえ。これ終わりだ。最後、最後いく。最後いく。諦めねえな、おい。ちょちょ、最後いく。いやいや、楽しいでしょ、こういう。楽しくないよ、これ。二人でやったら楽しいけどさ。いやいや、最後一個いこうよ、最後。最後。いい、最後一個いい。いい。いや、早く出せよ、じゃあ。じゃがいも。じゃがいも。カレーに合うよーし。情報ね。情報発信する。なんだこれ。カレーに。まあ、じゃあこれもう一回だわ。これもう一回だわ。よくないって、その無茶ぶり。まだ出てないのあるからさ、いくよ、うん、和風天国。違うよ、中華は地獄。あ、これテンポ大事だね、これテンポ大事。いや、うん、早く出さなきゃいけないからね、うん、ごま油、ごま油、少々。確かにね、ちょっと入れんのがうまい。お前ダメだ、お前ズビと、ほんとに、うん、お前、まあ、いいよ、全然俺は、うん、俺はもうそのねえ、地元ではツッコミやろうって言われてる。うるせえ、うん、はい、いや、作り方教えてみろ、お前は。全然伝わってこないね。どういうことだって。違う、説明ちょうだい。俺ね、ごめん、俺フォーク苦手なのよ。ツッコミフォーク苦手だったの。フォークのツッコミ。俺バッティングもフォーク苦手だったから。バッティングじゃない、フォークちょっとダメだ。フォークフォークも苦手だったから、ちょっと投げられたらってこと。フォークやめてほしいわ。なるほどね、うん。あー、じゃあ出てないやつあった、うんうんうん、これだ、ほい、うん、なんこれ。いや、カージデブか、お前。いや、お前本当に出てこないよ。いや、ちょっと、待って俺日本酒飲めないから。いや、関係ねえわ。ちょっとこっち系でやだ。知らなかったってこと。ちょっと他の味してほしい。なんなら、その日本酒。ちょっとごめん、ちょっと日本酒系苦手なのよ。あー、ね、じゃあこれいこう、うん、アロンアルファ、うん、いや話せや。話す時もあれ。くっつけてもいいけど話す時もあれ。言う前の何なのその。いや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 、それアロンアルファが喋ってる尺があったから。あ、なるほど、ね、悪くなかったでしょ。いや、もうあ、最後じゃあこれ、うん、あ、もう時間もあれだから、うん、最後これいこう、うんうん、ダン、うん、バンドエイド、うん、ありがとういつもっていう。いや、だいぶ柔らかくなった。ふざけんなよ。だいぶまたこれ言われるぞ、お前。何が、あとって。いやいや、今日の大丈夫だった。違う面白いかどうかとかじゃないから。うん、これ俺柔らかくしてほしかったから。なるほど、俺は。そうそう、ただそれ。ボンベボンシューン。ふざけんなって。もうダメか、ダメだった。ダメだよ。俺すごいなんかこれ熱いわ、もう本当に。柔らかくなってほしかったね。これアロンアルファ、アロンアルファ、ベータはどこ。やめろお前、本当に。終わりだよ。さあ、ザックバラン TV 始まりました。なかったことしない。ちょっと待って、生足置かないけど、アーカイブは別にパッツリ15分ぐらい、アーカイブぐらいやってたの。俺でも楽しかったでしょ。いや、俺楽しくないよ。でも楽しかったもん。一番最初のが一番良かったな。うん、死に叱れんな。いや、好きだね。
か、俺のアロンアルファのツッコミだね。なんだっけ、くっつける時、くっつけてもいいけど話す時もあれっていう願いを込めてね。なるほどね。ちょっとうまいことが好きなのかな、そうだね、うん、まあまあ盛り上がったからいいんじゃないか、うん、まあこんな感じで。なんで急にだからテンション下げるのよ。いいんじゃないかな、そこ。でもまあまあちょっと頭柔らかくなったでしょ。まあそうだね、うん、こういうのも大事だよって、瞬発力とか大事だからね。大事だよ大事だよ、うん、もう全然だから。他行ってみ、もうちょっとちょっとグーで勝てるけどバーで負ける。チョキのライコっていう、うん、そうだね、できる。最高だねこのゲーム、うん、楽しいね。いいでしょ、うん、カニカニカニ、ちょっとムーブも OK だ。そうか、ちょっと突っ込みどこなかったの、クオリティ高すぎたかもしれないけど、ね、見えてないから、見えてないから、うん、やってきた。この後来たくないだろうな。いやいや、来てますから、来てくれてますから、はい、はい、ちょっと告知いきますか。告知の方が今日もいらしてくれてる、はい、告知の方に、ね、いらっしゃってますんで、それでは呼び込んでください。はい、告知の里谷さん来てます。里谷さんどうぞ。すいません、なんかね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ほんとに里谷、いやいいですね、ありがとうございます。いや、なんかもうちょっと今日なんか急に出ることになってありがとうございます。いやいや、ほんとにもうこちらこそありがとうございます。もうちょっと今、はい、ね、はい、企画が意外とちょっと相方にはまんなかったんで、ちょっと尺が埋まんねえなって思ってた。びっくりしたもん、企画が面白すぎて。ああ、もうやりますじゃあ。いや、やんないです、やんないです。地上かなと思ってよ。完全に散らかってたでしょ、もう完全にもう、なんですか、放送事故かなと思って。これちょっともしかしたらテレビ局からこれちょっとね、批判来るかもしんない。来ねえよ、来ねえよ、批判しか来ないよ。視聴率取るんじゃねえよっていうの書いてますけど、誰も見てねえよ。してるんですか、あれは。賞賛があったのかなと思って。いや、ありますね、楽しければいいなと。さあ、というわけで今回の告知なんですけども、何をなさるっていう、そうですね、じゃあちょっと、じゃあまず映画に出ている。あ、なるほど、映画に出るんです。今、はい、モグラの歌っていう映画、生田斗真が、はい、映画あるじゃないですか、はい、あそこのヤクザ役 A で出てますから、よかったら。ヤクザ役 A で出てるんですね。出てるんで見てもらえばいいかと。あともう一個は今年、はい、まだちょっと決まってないんですけど、はい、そのシオン監督の最新作かな、はい、にちょっとまあ、これも怖いチンピラ役で、チンピラって不良の役で、うん、そういう役が多いんですね。ちょっと怖い感じの、もう怖いというのは評判ですから、はい、あ、本当ですか。あ、それ怖くないですか、僕のこと。いや、怖いですか。いやいや、ちょっと今だから、さっき里谷とか言ったのが、後で殺されるんじゃないかっていう。大丈夫です、半殺しで。やーべー、怖いから。やっぱ分かってますよ、そギリギリは。一番怖いじゃないですか。いやいや、でもまあその東京、はい、その映画にもちょっと出てると思うんで、はい、それの方がかなり映ってると思うので。なるほど。あ、そうですね、はい、その映画ちょっとだけちょっとエピソード言っていいですか。ああ、でも教えてください。その映画ってすごいラッパーが目に出てくるんですよ。あ、なるほど、はい、ラッパーってすごいね。はい、ラッパーって見たことあります。はい、こういう、あれ、はい、喋ったことある。僕ね、ちょ、やってたんですよ、やってたの。はい、ラッパーってすごくないな、この辺までタトゥーがしてて。ああ、そうだ、すげえタトゥーしてて、ヨルエロにグラサンしてて、はい、こいつらなんやねんと思って。で、はい、ね、やたら英語を使うんですよ。あ、そうですね、やたら英語を使うんです、はい、バイブスとか。バイブス、はい、もうバイブスとかも絶対生きっとんなと。関西人なんで。あ、なります。バイブスとか絶対使わへんと思って、はい、で、撮影の合間に、はい、なんかね、タバコないって先輩が言ったんですよ。はい、タバコないって言ったら、はい、あ、今すみません、エンプティーすって言って。そこ英語と思って、エンプティーって言うと思って。から2文字ですよ。そうそう、先輩がそれ聞いて、オッケーパンプキンって言ったんですよ。いやいや、おかしいやつ。相当ですね。だってタバコない、タバコない、はい、ないです、かぼちゃむちゃくちゃやん。こいつらむちゃくちゃやんと思ったの。でも撮影最後は、はいはい、ラストシーンがすごいみんな盛り上がって、こうわーって盛り上がって、はい、カットーっつったらやっぱりすごい歓喜が上がって、はい、横のラッパーとも、はい、あんなちょっと鬱陶しかったんで、ね、そうですね、もう抱き合って、はい、よかったーっつって、俺ね、そのラッパーにね、俺今ね、バイブス最高だぜって言ったの。言ってるやんって、ね、言っちゃいますね。使っちゃってる。言っちゃうんですよ、やっぱりね。すいません、ちょっとね、小話として。いや、いいんです、いいです、もう。やっぱバイブスとか言っちゃってましたから、僕も。言っちゃいます、はい、最後だけね、はい。思わず言っちゃったっていう。でもノリがもう完全にそっちになっちゃってるよね。ラップの映画、はい。ぜひともこれ見てもらいたいなと。なるほど、なるほど。あともう一個だけじゃあ、はい、僕もちょっとイベントやってるんで、じゃあ。あ、もうイベントなさってるんで、ね。イベントなさってるんで、ちょっとこう、さっき、急遽コピーしてきたんですけど。今日ちょっとこういうイベントやってるんですよ。はい。このファンクザナイトフィーバーっていうイベントもやってるんで、どういったイベントなんですか。これはお笑いライブなんですけど。あ、そうなんですか。僕が主催しているんですけど、うん、これももう終わりなんで今回で。そうなんですか。そう、特にその告知もあれなんですけど、33回目、33回やってるんですけど、それで終わりなんです。いろんな、結構いろんな方出てますね。知ってますこれ。
漫談太郎西村さんとか知ってますよ、西村さん、はい、一緒になったことありますね。金田としさんも知ってますね。あ、知ってますか、はい、あ、この人はもう30回ぐらい出てますね。へぇ、ずっとやってるんですけども、これもよかったらあの来てもらえれば。そうです、どちらで。ちなみにこれ下イグサのビリーズバーゴールドスターっていうとこやってるんですけど、お笑いライブなんで、あ、僕もあの常に前売りチケット持ってますので、よかったらあの笑顔の人買ってくるんじゃないか。買ってくれますよ。首を横にこうやって振ったよ。はい、まだ買ってくんないのかな。いや、悩み中でしょうね。ね、はい、もし街で見かけたらね、もうチケットくださいって言っても、ね、もらえますからね。まあ、買えますか。あの圧力かけますけどね。いや、怖いですわ。怖くしないでー。里やん。あ、やばいやばい。いいよいいよ。全然いいですけど。まあそんなか、あとあの、はい、Facebook とやってるんで、サトシでやってるんで。サトシさんですね。あと、チンピラごぼうっていうのが僕のブログなんで。チンピラごぼうでアメーバーブログやってますので、はい、よかったら検索していただければいいかなと思います。あといっぱい映画出てるんで、よかったら。過去にはこれ出てるよとかっていうのはあるんですか。映画ですか。はい、テレビ最近でちょっとだけ出たのがめちゃイケに出ましたね。めちゃイケのガリタ食堂ってあるじゃないですか。はい、ガリタ食堂、あの後ろで食べるサラリーマン役やってくれっていうね、仕事が急遽来て。なるほど、これ結構裏話ですね。裏話、ちょっとっていう言っていいのか分かんない。ゲスターだったんかいかそうそうそう、ね、ちょっとね言っちゃいいのか分かんないですけど、まあまあここまあまあ、ね、まあまあいいでしょうね。ダメだっていう話、はい、まあ他にそういう話来るんですけどね、なぜ急なんで。あ、そうなんですか。こういうのってまあ下下っ端でそうじゃないですか、はい、急に明日来れるみたいな、うん、あ、そうですね、僕らも行けるかは思ってそんな、はい、あ、まあ、行けなかったりもするんですけど、はい、まあ、そんな感じでいろいろ、まあ思い出せないんですけど、多すぎて。あ、なるほど、なるほど。出てちょいちょい出てるんで、よかったら、はい、あのブログとかフェイスブックでお願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすいません、喋りすぎて。ちょっと、いや全然全然喋ってください。僕ちょっといつ終わるんかなと思って。もういい、長いと思ってました。長い、いやいや、僕らですよ。結構出てた、ね、結構うろちょろなさってましたね。じゃあじゃあじゃあ、なんか僕もネタされてるから、はい、ちょっと僕もね喋った方がいいのかなと思って、はい、急遽なんか面白い話を見つけようと思って、あのラッパーの話をちょっと練習してたんです。真面目やから俺。真面目なんですか。俺真面目やから、よく言われる、よくみんな後輩言われるから、真面目ですよねっつって、うっさ真面目ないやつ。俺は矢沢永吉が好きなやつで。うまく話せてよかったです。いやいや、ハマりましてガッチ。ありがとうございます。最後に映画日本のお名前もう一回言っときますか。映画じゃあ、モグラの歌と、モグラの歌と東京トライブ。東京トライブですね。はい、ありがとうございます。いいかなと思う。皆さんも。まあでも映画はね、特に来てもね、実際僕には何にも入ってこないんでね。あ、そうなんですか。そりゃそうでしょ、僕らもちょい役なんてそんな。あ、そっか、もうこっちの話はもうついてるんですね。ついてるんです。だからよかったら、あのじゃあライブの方じゃあ来ていただければ。そうですね、ライブの方に来ていただければ、はい、いいかなと思います。下エグサでありますので、はい、お願いします。はい、よし、ということで、はい、佐藤彌さんでした。ありがとうございます。出ていいですか。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、全身レッドでしたけど。今血かな、いや、血してから、血で血で染まったんかなっていうのを思いましたよね。いや、なんでハゲてから言ったのかな。怖いからだよ。怖いからだよ、ね。あ、そうでした。まあ、そんな感じで、はい、もうお時間ですけど、はい、ね、最後にちょっと告知しておきます。もう一回。そうですね、ね、3月10日15時と19時半から2回公演、新宿バディオスですね、場所がやりますんで、はい、ぜひお願いします。これはぜひね、さっきの5倍ぐらい面白いネタがね、ずらりとありますので。いやいや、さっきのやっぱりハマってなかったと思ってんじゃん。ちょっとハマんなかったね。素直になった。素直にこのネタはね、結構俺の中ではさ、いや、ね、結構一、結構てか一番好きなネタだった。結構好きなんですけどね。あそこのルールルー多くないとかいうあの感じが俺好きなんだけど。いや、そういう説明あんましない方がいいと思うけどな俺。、うん、そうなの。素直すぎた。すげえ恥ずかしいよそれ。あ、そう、素直すぎ。セーラームーンの逆だったね、うん、俺ちゃんね。どういうこと。ごめんね素直でっていう。あ、ごめんね素直じゃなくってね、の逆でね、歌詞ね。いや、分かりづれえわマジ。まあまあまあね、単独ライブもありますんで。さあ、というわけで今回も ね楽しくやらせていただきましたけども、ましたよ、はい、次回はまだ未定ということで。そうですね、はい、まあ、またある時はツイッターかなんかでね、告知させていただきたいと。そうですね。な、まあ、また大丈夫ですか。大丈夫ですよね。はい、まああるかも、あるかも。え、ないかもあるんですか。いやいや、ないかももある。近々あるかも。ね、まあ、近々ないってことはないから。ないってことはない。来ちゃうから。あ、もう来ちゃえばいいから。来ちゃえばいいんだから。荒らして帰る。荒らして帰ればいいんだから。荒らして帰るじゃん。大丈夫大丈夫。結局大丈夫よそれは。まあまあでもね、うん、次回もちょっとね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、そうですね、次はあのこれアーカイブで見てる方とかもいるかもしれないから、これ生で見てください。はい、生でね。でね、ここでもそうそう、ギャラリー233に来て見ていただく、はい、ということもできるのでね。できますんでね。ぜひね、
見に来ていただきたいですよね。そうですね、うん、見に来ていただきたい。ただそうするとカウントは増えないですけどね。そうです、だからここに来て、うん、あのこっちで見てほしいですね。前も言ってたんですよ。それ前も言ってたんだ。そういや、で2台持ってる方ぜひ来ていただきたい。両方で、ね、両方、はい、50人で行けるから。なるほどね、うん、それで行きたいと思いますね。さあ、というわけでね、はい、今回もじゃあ以上ということで、はい、はい、そうですね、はい、最後じゃあ締めてください。はい、じゃあ、ザックバン TV、はい、ね、単独ライブとかも僕らやりますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ザックバンバランTV でした。ありがとうございました。ありがとうございました。